はい、速稼塾の久保です。今日はね、20万円を手にする方法です。現在ですね、緊急小口資金の特例貸し付けっていうのがあるんですけども、こちらの方でね、減収の証明なしに20万円を、借りることができたということで、タレコミをいただきましたんでね、皆さんにも共有いたします。まずはですね、ご自身のお住まいの社会福祉協議会へ電話して、社協の方に電話してですね、緊急小口資金の特例貸し付けを受けたいんだというふうに電話で申し込んでください。その時にね、どんな状況なんですかっていうふうに聞かれますんで、これから私が言う通りに言うとかなり確率が高いです。コロナの影響でイベントが3月以降3、4、5全てなくなりました。仕事がなくなってしまって、今ずっと自宅で待機するしかない、非常に厳しい状態なんですよと。イベント会社からも自宅待機を要求されて、どこにも行けないし、で自粛ムードですしね。それから給料も会社から今月分は出せるかどうかわからないんだと、少なくとも1ヶ月は遅れると、払うにしても遅れるっていうふうに言われたんですよっていうふうに、この片目をつぶりながらね、電話してくださいね。こうやって痛そうな顔して、顔は電話じゃ伝わりないですけどね。そうすると向こうの方がですね、担当の方がですね、あ、それは大変ですねって、融資はなんとかできると思うんで、何月何日に来てくださいっていうふうに面接のね、日程を出してくださいますね。簡単でしょ。はい。で、本来でしたら、減給の証明っているんですよ。給料が減りましたっていう証明とかね、支払われてない証明とかいるんですよ。ですけども、口頭でこういうふうに、窮状を訴えるだけでね、苦しんだっていうふうに訴えるだけで、それ以上調べられなかったっていうふうなことなんですよ。今回、この人のケースではね、いきなり電話かけたんですよ。いきなり電話かけたんで、なんか人間関係があったりとか、有名人で客観的に、この人は減収してるなって分かったわけじゃないですけども、今みたいに申し上げたら、びっくりするぐらい証明がいらなかったと。で、面談当日は申請書に記入して、状況説明書っていうものにね、今の状況、今ね、さっき電話でお話した内容を記入しただけで、火曜日ぐらいに、申請したらしいんですけども、翌週の1週間後の火曜日の朝に確認したらしいんですけどね。だからちょうど1週間して20万円が振り込まれていたということなんですよ。これすごいでしょ。だからね、ちょっとこの方の感想を言ってたんですけども、ここはちょっと参考にしないでいただきたいんですけども、今はサラリーマンでも最もらしい理由を言ったら何でも借りられるんじゃないかなっていうふうに言ってましたよね。でもね、ちょっとでっち上げを進めるために言ったわけじゃないんですよ。今の方は本当にイベント会社のなんかその契約社員かなんかね、フリーター化されていて、本当にお金が払えないと。そう、イベント会社もお金収益ないわけですからね。チケット売れないし、キャンセル料払ってもう赤字なわけですから。で、そういう中で従業員一人一人に給料も払えないし、で、払えるにしても一部を翌月とか翌々月みたいな感じで、本当に厳しい状態らしいんで、それはね、多分社会福祉協議会の方もそのくらいはご存知だと思うんですよ。そしたらもう証明なしに、あ、この方はもういるんだなってことでパッと出してくれるということらしいんですけどね。皆さんもね、試してみたらっていうか、本当に困ってる方はね、本当に困ってる方は今みたいな例でも通りますんで、ご自身のね、本当に困った状況を電話で事前にお伝えすることによって、窓口の、ね、担当者の方が、それは資格紙面じゃないですかね、やっぱり人間がやってますんで、あ、この人は気の毒だなと、20万ぐらい出してあげたいなとかね、なりますんで、なるみたいなんで、ぜひそういう形で申し込まれてみてください。そうすると、書類も簡単に、証明書もなく、お金が出るということでございます。それでね、本当しのいでいただきたいと思います。人の命がこれで救えるんだったら、社会福祉協議会っていうのはもともとね、そういうふうな国民の財産とか生命を守るために存在してると思うんですよ。やっぱ福祉の、公共の福祉のためにね。だからこういう時に本当に困った人を断ることはないと思うんですけどね。皆さんいかがお感じだったでしょうか。そんなレポートでございました。タレコミがありました。ありがとうございます。またいろいろレポートしてください。